次の質問に参りましょう霊前家には重要な古文書が納め納められているお文庫と呼ばれる蔵が存在しますここに収められている古文書に記されている内容は日本の将来を大きく左右することになるのでしょう あそうですね、まず冷泉家というのは今もそうですが京都の、まあ、祭り等々ではもう絶対外せない家系ですね、うんはい、単なる若闇集団ではありません、はい、でもっと言えば和歌山とも関係します熊野を含めて木、うんまあ、何と言いましょうか,あそうか南,朝、まあ、南朝ができたとこですよね、まあ、含めますと彼らは 最後の天皇陛下が戻るという予言を持っていて、うん、そのために京都に残り続けたわけですね。はいえー、ラストエンペラー次の天皇陛下です。今の金城天皇陛下がご不幸にも亡、まあ、くなられというかねただ当然ながらその時はおそらく私が思うに。 即位式大乗祭以外に羽振りの神事が行われる可能性が極めて強い、本当の意味での天皇陛下。そうなりますと、今のそうですね、アマトラスが降臨すると言われている船岡山の岩倉、もう完璧に整備されて、一般人入晴れないかもしれませんね、これからは。もうすでに天皇陛下が移るための準備として、 耐震構造という名を使った改築が京都御所でもうすでにもう行われています。皆様方ご存じないだけです。<ー>だからもうこれ問い合わせして「ああ改築やってますよ」って言ってくれますよね。<あ>秘密でも何でもないから。みんな知らないだけで。はい。要は何やってるかというと日本も実は天皇家だけは世界。 の動きよりも先んじて動いてますだから僕は日本には天皇陛下いる限りは安心してるんですよ。えー、最終兵器天皇ですからねあまり怒られちゃいますけどええー、まあそういうようなことが着々と皆様方に発表される前に進んでるということがあるのである意味陛下がいる限りは安全安心してください。うん、で えっと、日本の将来を大きく左右すること、はい、なりますね。はい、で、冷泉県にあるお文庫には蔵がいくつかありまして、そこには羊のなめしがに書かれた日本民族がどういうふうにしてやってきたかの地図。